皆さんこんにちは、エルザゲームチャンネルのエルザです。今回は弓が実装されましたので、無凸持ち公演水で使用感について話していきたいと思います。実装前から評判が良く、とても期待されていたキャラなんですが、実際に使ってみるとかなり癖もあるなと感じてます。編成だけに限らず、性能面でも気にしないといけない部分もありましたので、その紹介をしていきたいと思います。また今回使用した弓のステータスはこんな感じです。胴体が会心率でメインスター攻撃にしてます。公演水は流れゆく騎士を歩いて、で奇跡はレベル8にしてます。それではこちらの弓で話をしていきたいと思います。まず弓の性能についてですが、使ってみた感想は、ヒギが一番使いやすかったなというところでした。ヒギに関して言えば、特に模擬打ちにおいては使いやすく、狭い道や戦闘を避けたい際はとても便利でしたね。また素材だけでなく経験値も獲得ができるようなので、単純に探索が楽になったっていうところがあります。バージョン 2.1 から始めたっていう新規の方には持ってると嬉しい性能かなと思いますね。続いてスキルに関してですが、弓のターンでは必ずと言っていいくらい使用することが義務付けられるものとなっています。というのも、残務をストックするためには自分自身でスキルを使う必要があるためです。そのため味方には SP を抑えた動きで、ある程度火力や補助が求められるので、バランスを常に考える必要があるんですよね。デバフの発動といってもメインでやるのかスキルでやるのかで全然変わってきます。しかもこの弓のスキルなんですが、残務は一つしか貯めることができません。これが結構もどかしい部分となってましたね。これを解消するっていう方法はもちろんあるんですが、持ちの公演水を持つ必要があるため、必殺技の回転が遅い時は持ち武器を考える必要があるっていう部分がネックでした。このあたりは実際に使ってみて、その体感するのが一番いいのかなと思います。一つ重ねれるかどうかっていうのはかなりの差がありますからね。最後に必殺技についてですが、攻撃回数が多いだけでなく、人生削りや全体性ダウンがあるためかなり強力です。無凸でもさらっと30万くらい出るので、異物の厳選などができればさらにダメージを伸ばせると思います。また火力を上げるためには、あずさかの蓄積が必要となり、デバフを同じ相手に当て続けるという必要性があります。最大で9層を貯めることができれば、必殺技で最大で 36% のダメージアップが見込めるため、なるべく同じ敵に集めたいところとなりますね。ただし必殺技であずさか持ちの敵を狙うと3ずつ減っていくので、徐々にダメージが下がっていくっていう感じです。弓に関してはどれもそれなりに強い性能をしていますが、特に強力な必殺技をどれだけ回せるかっていうところが重要でしたね。常に弓に気を使う必要があるため、癖の強いキャラクターになると思います。それでは弓などを使って気になった点なども話していきたいと思います。弓についてですが、短期決戦には向かないっていうところがありますね。まあこれは虚無らしいといえば虚無らしいです。持続ダメージで今までは火力を出すっていうところでしたからね。でその理由なんですが、必殺技が EP に依存をしない以上、編成から攻撃を考えていく必要性があるからです。弓が必殺技を使えるのは、残務を9層集める必要があるため、最高で9回の攻撃が必要になります。まあ、9回の攻撃というのも9回のデバフ付与ですね。そのため弓を含めた味方の攻撃を9回以上する必要があるため、かなり時間がかかるんですよね。一応弓の持ち公演水を持っていれば2個貯めることは可能なんですが、それでも時間かかるなという印象でした。またこれをクリアして早く貯めれるようにするには、その後に青函市場のトレンドを持たせるという選択肢もあります。ですが装備したソンゴがターゲットになりやすいわけではないので、攻撃をもらえるかはキャラ性能によって大きく変わるかなと思います。例えば炎のソンゴ主人公など言いますが、あれはスキルによって敵の攻撃を自分に集中させれるから強いっていうところですね。もちろん便利なんですが、ランダム要素が強いっていうところです。こういった点もあり、性能は申し分ないんですが、短期決戦においてはちょっと難ありっていうところになっていますね。続いて編成をする上での耐久枠についてですが、孫悟と北条に関しては正直使い分けがいいかと思います。まず孫悟についてです。
損後に関しては工場よりも短期決戦向き、定感市場のトレンドでデバフ付与が可能、高火力の敵には持続力が低いというところになります。まあ、こちらは不言でエンドコンテンツなどを一通りしたんですが、防御力面は耐えれるのであれば損後でも十分だなと思いました。しかも光炎水の組み合わせによっては闇の必殺技の回転率が上がるので、そういった点では良かったですね。ただし長期戦になった場合や持続ダメージが発生している時はかなり弱いなという印象を受けてます。まあ、理由としてはどうしても HP を回復する手段がないので自利品になっていくんですよね。なので短期決戦向きだなと思います。続いて法上についてです。法上については長期戦において安定がしやすい、前線でも体勢の立て直しがしやすい、デバフの付与ができないとなります。まあ、こちらに関してはほぼでエンドコンテンツを回してみたんですが、長期戦になりやすいので回復による立て直しは安定感につながっていたと思います。特に裏庭12のサムに関してなんですが、耐久面においてはこちらの方が上だなと感じますね。 HP 削れるんだけど回復でなんとか持ち直すっていうシーンが多かったです。まあ、孫悟と北条それぞれいい面っていうのがあるんですが、敵との戦闘時間に合わせて使い分けるっていうのがベストかなと思います。おすすめとしては孫悟でデバフを稼ぐっていうのがいいんですけど、どうしてもね耐久面で耐えれないっていうことがありますので、北条も検討してはいいのではないかなと思います。それではエンドコンテンツの話をちょっとしていきたいと思います。まあ、読みで編成をいろいろ組んでみてどうだったかというとこですね。まずは虚構女児からです。こちらに関しては短期決戦が求められるので火力も必要となります。なんですが速度が足りず、だいたい3万点ぐらいになることが多かったですね。まあ、ただこれに関しては今の虚構女児がヘルタやクララ優遇なのもありますので、ちょっと微妙だなっていう判断ではあります。あとは予備の必殺技を早く回せないっていうのもあったので、ここら辺の噛み合いがちょっと難しかったなと思いますね。次回の虚構女児ではちょっと考えが変わるかなっていう部分でもあります。続いて裏庭です。裏庭に関しては12層やってみました。編成がこちら固定されやすい以上、耐久面においてはかなり不安を覚えたっていうのが正直なところです。しっかりと育成ができていれば星4構成でも勝てることは勝てるんですが、正直孫悟キャラよりも北条キャラの方が安定して勝っていたっていう印象があります。孫悟はいかにタゲを取れるかの問題でしたので、長期戦になりやすい場合は北条も視野に入れておくっていうのが大事でしたね。ダメージに関しては申し分ないんですが、ルアンを入れない以上人生削りがそこまで強くないっていうのもあって、速度調整の必要性などを感じましたね。持ち武器だからそれなりにいけるだろうと思ってたんですが、ちょっと辛いっていうのがありました。まあでもクリアはできなくないっていうところです。続いて模擬宇宙です。秘技の使用ができるので流行りのカンパニー時刻のリサマラがしやすくてとてもありがたいっていうのが第一印象でしたね。まあ、そもそも黄金と機械ならビルドが完成すればある程度クリアはできるので、リセマラ要因としてはめちゃくちゃありなキャラだなと思います。まあ、カンパニー時刻とうまく噛み合うと効果力を出しやすかったのもありますので、とても相性がいいですね。また繁殖の場合は純子と相性が良かったです。回心系アップ効果以外にも速度も上がります。さらには EP 回復といった読み以外の虚無キャラを即動かすことができるのも相性が良かったですね。読み以外の速度が上がれば必殺技を使う機会は出てきますからね。速度が足りないキャラが多いと思いますので、手数を増やせる順守はとても相性が良かったです。エンドコンテンツに関しては火力という面ではとても優秀だと思います。ですが長期戦になりがちというのが気になりましたね。育成段階が途中というのももちろんありますが、ズダンヌを効率よく集めれるかどうかっていうのを意識しないとかなり難しいキャラだと思います。予備に関しては結構最下位になるぐらい基礎の防御力が低いっていうのがあって、耐久面が低く確保がすることは難しいところとなります。ただ耐久面さえ確保できれば安定できるとも言えますので、北条と孫悟をうまく使い分けたいところですね。それでは光炎水などについて話していきたいと思います。まずはおすすめの光炎水です。こちら持ちですね。持ち光炎水の流れゆく気象を歩いてがいいです。こちらに関しては回心ダメージが上がるので異物の厳選においてとても助かる部分となります。
必殺技のヨダメも上げることができるのでかなり重宝しますね。ですが一番のメリットは残務が通常攻撃とスキルで一層加算されるという点です。必殺技を回しやすくなるので相性が良すぎる公園水と言えるんですよね。その他にも降り止まぬ雨やおやすみなさいと寝顔などが相性がいいです。続いて異物です。異物に関してですが止水が1万火力が出るようになっています。まあ止水を 100% 火力が出るとした場合なんですが雷鳴、ガンマンと続いていきます。オーナメントに関してはギズモが一番相性がいいです。ドムキャラを編成するので簡単にセット効果が発揮できますからね。こちらもイズモを100とした時なんですが、続いて宇宙封印サルソットで火力に差が出るようになっています。正直この2つに関しては同じぐらいなのでどちらでもいいかなと思います。メインステータスに関してなんですが、胴体は会心率会心ダメ、足は攻撃速度、オーナメント玉に関しては攻撃か雷で、縄に関しては攻撃となります。結構攻撃盛りでいいですね。でサブステに関しては会心率会心ダメ速度防御です。結構耐久値の低いキャラなので HP とか防御がある程度高いっていうのには越したことはないかなと思います。理想ステータスとしては HP は2800以上、攻撃力は3200以上、会心率が80以上、会心ダメは160以上となっているようです。速度に関しては101か134というところですね。続いては編成の候補についてです。編成については3つほど紹介したいと思います。1つ目は弓、銀狼、寺、不言か北条となります。弓を主軸にしながら戦うのであれば長期戦にも備えてこの編成が扱いやすかったですね。まあ、何よりも通常攻撃でデバフができるので弓に SP 温存ができるのはかなり良かったです。ただし弓自体の速度がかなり遅いので速度グッズでないとちょっと相性が悪いなというふうにも感じたりしました。続いては弓、ブラックストーン、カフカ、不言です。カフカとブラックスワンで持続ダメージの火力を維持しながら弓の残務が貯めれるのはとても良かったですね。特にカフカの持ち武器を持っていれば攻撃を当てるだけでデバフを付与することができるので意外と残務を貯めやすかったです。追加攻撃とか貯めやすかったですね。ただこちらに関しても長期戦になってしまうとさすがに自利品になってしまうのでなるべく早めに決着はつけたいという編成です。エンドコンテンツで虚構叙事などやってみたんですが、こちらでも3万ちょいとかだったので、ちょっと辛めだなっていうところでした。最後は二突読みに関してです。二突読みの場合は、ペラ、花火、不言となります。耐久面を確保しつつ、花火で SP と速度をうまく調整するのがいいですね。で、こちらに関してブローニャでもいいかなと思うんですが、SP が思ったよりも足りなくなるので、花火がいれば花火を採用するっていう方がいいかなと思います。編成に関しては以上となります。それでは最後に弓の評価をしていきたいと思います。弓に関しては正直引いてもいいキャラクターだなと思います。まあ、秘技からスキル、必殺技どれもとっても性能的にはめちゃくちゃいいですからね。で、挙げるとすれば3つ。まず1つ目、アタッカーとして申し分ないっていうのがいいです。正直アタッカーとしては陰月と同じくらい出せるのでかなり優秀かなと思ってます。陰月の場合は虚数特化ですが、予備の場合は雷だけでなく必殺技でまんべんなく削れるっていうのがいい点です。もちろん扱う上では癖はありますが、それを上回る性能ですのでガチャを引くのはおすすめかなと思います。2つ目は虚無育成の手間がかかるという点です。予備のネックな部分としては育成面になりますね。虚無キャラを強制的に2人確保しないといけないため、人によっては育成の手間が出てくるという部分があります。しかも虚無キャラは耐久面がとても低くなっているので、戦闘での事故も起きやすいので、育成の難易度も高くなると思います。編成によって強さが変わるキャラだなとも思いますので、育成の手間は視野に入れておくことをお勧めします。3つ目は耐久枠と編成が依存しがちというところです。最後にですが、弓においては依存が多いキャラとなっています。弓のキャラだけでなく編成も固まりがちです。2パーティー使用するコンテンツの場合はキャラ数が少ないと火力の分散のもとになりやすいと感じました。なるべく固定で弓を使えるようにキャラの育成などをしておきましょう。
まあ、読みに関しては他のキャラ同様いい点悪い点っていうところがありますが、雷アタッカーというところでやっぱ性能がいいんですよね。編成面での縛りであったり育成の手間っていうのはもちろんあるんですが、それを上回る性能っていうのがありますので、読みに関しては引いてもいいんじゃないかなと思います。特に今の環境、雷のアタッカーっていうキャラクターがいないのでかなり重宝する部分ですね。カフカもよく使ってますが、同じ雷アタッカーという点でも全然別物というところになります。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。